神戸大学附属幼稚園は、兵庫県明石市にある国立幼稚園。大多数の卒園生は、神戸大学附属小学校に進学する。幼稚園教育のほか、神戸大学との連携のもと教育理念の実験的、研究並びに実証、神戸大学学生の教育実習、幼稚園教育の実践的研究を行っている。3歳児入園の3年保育と4歳児入園の2年保育が、 ある。園地面積約6100平方メートル、園舎面積約1240平方メートルである。2012年現在、学級数は5クラス、教員数6人、園児数120人であった。神戸大学附属幼稚園は、1904年、明石女子主犯学校の附属幼稚園として開園し、兵庫県明石女子師範学校附属幼稚園。 兵庫市販学校女子部付属幼稚園と解消された。第二次世界大戦後の学生改革によって、神戸大学兵庫市販学校付属幼稚園となり、間もなく、神戸大学教育学部付属幼稚園となった。1992年、神戸大学教育学部の改祖により、神戸大学発達科学部付属幼稚園と解消された。2009年、 神戸大学の付属学校再編により、神戸大学付属幼稚園と解消された。人間らしくよりよく生きるための行動の基盤を用じ、自らに形成させる主な行事を記載。JR 西日本明石駅、山陽電車山陽明石駅から東へ、徒歩10から15分 ABCD 神戸新聞、出版センター、兵庫県大百科事典場、神戸新聞出版センター、 兵庫県神戸市、1983年、ISBN9 兆7848億7521万1006、赤市、1、幼稚園の状況、赤市の学校、2014年1月17日閲覧、神戸大学園閣年表神戸大学の付属学校再編計画 ABE 神戸大学、付属幼稚園、ありがとうございます。